学長くんガチョン、今日は NTT の川添さんにお越しをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お招きいただきまして、ちょっと自己紹介お願いします。はい、NTT で副社長をしております。代表取締役副社長、はい、川添でございます。私もともとは研究者だったんですよ。で、研究者から NTT の代表取締役副社長になるっていうのは実は結構珍しくて。いや。もう初めてぐらい。そうですね。ね、もう本当に過去にあんまりいなくてですね。やっぱりそこは、ちょっと私の特徴かなというか。はい。こういう形で、代表取締役副社長になれたか、なれたのも、やっぱり自分が、後からちょっとお話しますけど、はい、大切にしていた、まあ、研究者という、うん、まあ、そういうものがこう生かされてきたっていうことですよね。だからなんか、研究者ってもうそんなのなれないとか、研究者ってなんか一つのことだけにこだわって地道にやるみたいなイメージがあると思いますけど。いや、決してそんなことなくて。いろいろその研究してたものが一つのきっかけになって、こう広がっていくっていうのはあるんだなって、自らなんか実感したって。一番最初お耳にかかったのって、デジタルサイネージコンソーシアムを一緒に作りましょうって言ってたのもう20年ほど前で。20年ほど前。それってそのデジタルサイネージで当時電子看板と呼ばれてたものを一つの大きな産業にしましょうっていう社会運動みたいなことで、それって本当は研究所の仕事じゃないですね。そうなんですよね。だからもう明らかにそのビジネス、新しいビジネスを作り出す。うん、で特に NTT みたいな会社はどんどんそういうものを広げていかないと、どんどん電話しかやってない会社みたいになっちゃうんで。電話屋っていういろんなとこかで聞く言葉ですけど。超歌舞伎とかもね。超歌舞伎も始まりましたね。あ、そうやってる。もう一応先生には何回も見ていただいて、もうその度に、すごく褒めていただいてですね。いや、素晴らしい。道田さんのコメントが一番、でも嬉しいというか、心に刺さる、褒めていただいてます。でも、今一番力入れておられるのは、やっぱ、アイオンですか。そうですね。アイオン、ちょっと。アイオン、どのぐらいの方がご存知かわからないんですけど、多分見ていただいてる方々って、生まれた時からインターネットだったんですかね。はい、確かにそうですよね。ってことは、インターネットが自分のすべて。違う、うん。インターネットの中で何事も考える。うん、インターネットが一つのこう条件みたいになってるじゃないですか。これって、なんか私たちの世代からすると、昔インターネットなくて、電話しかなくて、はい、インターネットってもしかしたら永久不滅じゃなくて、と思いません？はい。だから、当然ながらインターネットの次っていうものが、なんか生まれてくるだろうなっていう。インターネットの次ね。ですよ。だから、確かにインターネットはなくならないと思うんですよ。うん、なくならないけど、インターネットじゃなくちゃいけないみたいな、ある意味自分にこう制限加えてるような、はい、そういうところをちょっと払拭したいって思いもあって、で、特に、特にやっぱりなんかそういう制限嫌じゃないですか。はい。なんかこう、インターネットってもう出来上がっちゃった世界が、はい、あるのに、それを新しいテクノロジーで塗り替えるって話です。です、です。だから、例えばインターネットといえば、プロトコルとか。プロトコル。TCPIP プロトコルと。情報の授業で習ってるやつ、ね。習ってますか。TCPIP プロトコルの上じゃないといけないみたいな。常にそれが下走ってるって、うん。これが条件化されちゃってるっていうのは変ですよね。おっと。おだから、場合によっては TCPIP プロトコルも変えちゃえばいいじゃない。そこまでやるんだ。ええ、そうです。だからもっと自由に解放しようよ、うん。で、それを全部受け止める新しい基盤。で、これはきっと、我々人類が今持っているテクノロジーとしては多分、光なんですよね。光の技術。光。まあ、量子コンピューターとか、いろいろなその光っていうものを使って、進めていくっていうところ、いろんな形で今、注目されてますけど、まあ、電気っていうよりはどっちかというと光みたいなものが、もっと根源的なものであって、その上にいろんなものをさらに作っていくっていうような、そんな世界を作りたいと思ったんですよ。これがここまで電気でこう組み立ててきたインターネットも含めて、その世界を今度光で全部塗り替えるっていう、ちょっとなんていうの、革命っていうか壮大な、なんかこう宇宙というか、それをしべかそうとしている人です。はい。やばいです。やばいです。だけどね、そんなになんかひどいこと言ってるわけじゃなくてですね。うん。電気と光って比べたときに圧倒的に光の方がポテンシャル高いんですよ。例えば、情報を A 地点から B 地点を届けるって言ったときに、電気だと、その距離に応じては、もう必要なエネルギーってバーッと出ちゃうんですよ。うん、でも光ってほとんど変わらないんですよ。
あるいはその速度ですよね。ギガ、BPS とか、はい。あれをどんどん上げていくと、電気の場合はものすごいエネルギーですよ、ね。うん。もう光ってほとんど変わらないですよ。ああ、そうですか。っていうことは、ものすごい高いポテンシャル持ってるから、でエネルギーエネルギーを抑えることができたり、うん、いう意味で、もうこれをもっと活用すべきじゃないかなって思ったんですよね。だって皆さんが、だから、これから社会に出る頃には、ひょっとするとそんな大きな世界転換が日本のテクノロジーで世の中に普及しているってことになるんじゃないかっていうのが面白いところですよね。はい。それだけじゃなくて、その川田さんとこが開発をしている、研究しているテクノロジーって、それこそメタバースもあれば、AI もあれば、いろんなものがあって、うん、もっともっと、まあ僕らもその大学の立場で、それをわかりやすく紹介したいっていうか、うん、そういう研究所のものを社会にくっつける、うん、はい、そんなお手伝いなんかもしたいなって思っているんですが、さてそんな川添さんにとって学校ってどうですか、うん、一言で言うと、卒業してから、うん、後からその良さがわかるもの。お、言ってる時はなんかよくわかんない姿ですよね、うん、卒業してしばらくして、あれを年重ねてから、大学とか、まあ、高校も含めて、うん、やっぱりそこで一緒に勉強した仲間たちだったり、あの経験って本当に大切だったなって、後からなんかその良さが分かるものだと思うんですよ。だからなかなか、もしかしたら今、あの学校に行ってらっしゃる方々って、例えばまあちょっと辛いなとか、大変だなとか、やめちゃいたいなとかって思うかもしれないけど、絶対にその後からその良さはやってくる。という話は思ってます。なんか、ここに登場してくださる方々、みんな共通してるのはですね、学校の時にこんな勉強したとか、この勉強が大事だっていう人がいなくて、うん、その時に出会った人とか、うんうん、経験のことをしますよね。あ、すいません。なんか、いつもみんな言ってること言っちゃった。違う違う。で、僕も学校ってますますこれからそうなるんじゃないかなと思っていて、つまり、それこそ学校でやってる授業っていうものは、うん、川添さんとかが作って、ているメタバースとか、うん、それから人工知能で全部置き換えられていく世界のもんで、うん、それでも必要な学校ってやっぱりこう人と人がそこでつながるとか、うん、そうじゃなきゃできない体験をするとかっていう設計の しなきゃいけないのかなって、ね、おっしゃる通りですよね。おっしゃる通り、うん、よく最近ウェルビーイングって言うじゃないですか、はい、ウェルビーイングって皆さん日本語でなんて訳します？幸福、幸福とかでしょ、うん、でも明らかに西洋人はウェルビーイングともう一つの言葉、ハピネスっていうのを使い分けてるんですよ。同じ幸福になっちゃうんですよ、日本語だとね。そうですね。この違いなんだと思います？ハピネスって、例えば、美味しいお酒飲んだ時、あ、美味しいって、これハピネス。瞬間の幸せ。うん、嬉しいみたいな。ウェルビーイングって、これはあくまでも私の定義なんですけど、うん、ハピネスの積分値。積分。積分してって、やっとウェルビーイングになる。それは時間的な積分だったり、面的な積分だったり、社会的な積分かもしれないですけど、これを積み重ねていくと、ウェルビーイング。総経験みたいな。ええ。だから、人が死ぬときって、自分の人生、いい人生だったなと思うのは、これハピネスじゃないですよね。明らかにウェルビーイング。なぜ？死ぬときって、過去をずっと遡る、この歴史しかないので、うん、となると全部の積分値ですよね。なるほど。ああ、自分の人生良かったなって。プラスマイナス含めて、うん、いうふうに思えるかと、これがウェルビーイングですよね。だから学校ってだからもうそれの一部っていうか、まさに言ったように、単にその例えば3年間とか4年間とか、まあ、6年間とかっていた期間だけじゃなくて、それからその後も含めて、うん、場合によってはその入る前の過程も含めて、全体としてもしかしたら学校かもしれないじゃないですか。なるほど。でこれで捉えていくと、うん、学校っていうのはどんだけ大切なことかとか、これが自分にとってみて何につながるかっていうのは、いろいろ変わってくるんじゃないかなって思います。なるほど。大きいヒントをいただきました。最後にメッセージをお願いします。はい。皆さん、さっき言いましたようにですね、私がそのアイオンをこう考えたっていう、まあ、それにちょっとつながるんですけども、ぜひですね、自分のなんか限界ってなんか、つけないでほしいなって思うんですよね。うん、なんか限界を作っちゃうっていうことは、ある意味悲しいことだし、もったいないことだというふうに思っていてですね。いや、そうじゃなくて、もう自分にはもういろんな可能性がある意味違いないってぐらい思いながらいろんな活動してもらえると、そこからまさにウェルビーイングにつながっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。ウェルビーイング。ウェルビーイング。今日の。
ありがとうございました。